けて初めて、あ、ここって光るんだって気づきました。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。布団に入って1分で寝れます、案内人の M です。夜が好きです。プロジェクターの画面がよく見えるからです。カメラマンダブルです。はい、ということで今回ご紹介するのは、ダブルさんが Amazon のプライムセールで購入したポップインアラジンというプロジェクターじゃなくって、はい、じゃなくて、はい、こちらですね。何ですか？ルークス。はい、今日持ってきましたのは日産ルークス、マイナーチェンジが入りましたルークスのハイウェイスター X。 暗い中で車見てるということは電気。はい、ルークスの、まあ、電気というかライトというか、はい、ライトをつけたところを見ていく、それだけの動画となっております。それでは行ってみましょう。改めまして、こちら日産ルークスグレードがハイウェイスター X ですね。はい、では早速ヘッドライトつけていきましょうって思ったんですけれど、まず手元に鍵をご用意しました。ヘッドライトつける前にですね、ちょっとおって思ったのがあったんでご紹介したいと思うんですけど、はい、鍵開け閉めするとつくんですね。ウェルカムライトと言ったりするんですけれど、はい、ポジションランプが光ってるんですけれど、今回のルークスのハイウェイスターって考えてみればポジションランプと言えるもの2つついてるんですよね。まあご覧いただいて分かる通りです。でまずはこちら、ここですね、ウインカーランプとかにもなってる部分なんですけれど、ここにブーメラン型のランプがついておりますね、 LED。 そしてさらにこちら、ここにもちょっと眉毛がついております。結構綺麗に光ってますよね。新型セレナのテールランプが粒感のない光で綺麗だという話したことあるんですけれど、消えるとですね、ここ、はい、このメッキになってるんですよね。クロームメッキの眉毛のところが光ると、綺麗に光ってます。私夜のこの様子を撮ろうと思ってつけて初めて、あ、ここって光るんだって気づきました。むしろこれ見るまで気づいてませんでした、ごめんなさい。はい、じゃあつけてみます。ヘッドライトつけてみました、こちらでございます。でルークスのヘッドライトですね、ご覧いただいて分かる通り、まあ、ここがLED のヘッドランプになってるんですけれども、で今日見ていただいているのはルークスの中でもこのヘッドライト、アダプティブ LED ヘッドライトが搭載されているモデルでして、でここ一眼式、一灯式なんですよね。今これが通常のロービームなんですけれど、ハイビームつけるとこんな感じ、どうでしょう、ちょっと明るくなりました、はい、パッと見た感じちょっと明るくなっただけなんですよね。ハイビームにしても別のどこかが光るのではなくて、この一灯式の、ヘッドライトの中でハイビームとロービームが切り替わるようになっています。そしてフォグランプがこちらですね、こちらも標準で LED ランプのフォグランプがついております。ということで、こうやって見るとなかなか迫力があるんじゃないですか。はい、こう縦に3つのセクションに分かれてますよね。この眉毛とヘッドライトがついている上の部分、そして真ん中のこちら、そして一番下にフォグランプの LED がついているということで、縦に3つ並んでいて、こうルークスってもちろん軽自動車なんですけれど、その中でも結構迫力のある顔つきになっている。特にランプがつくことによってこの厚み感っていうのが強調されるデザインになってるかなと思います。ウインカーつけてみます。はい、ウインカーつけるとこちらで、ここですね。はい。ここが、通常の電球タイプになっている、ターンランプと、そしてドアミラーの方ですね。ドアミラーの方が LED の、サイドターンランプがついているというふうな形です。こういうですね、最近、このポジションランプと、ウインカーランプが兼用になっていて、ここがこうウインカーつけるとここがオレンジ色に光るっていうタイプの車も中にはあるんですが、ルークスは、そういうわけではありません。後ろ見てみます。はい、後ろがこちらですね。でまずは一番目を引くのがここですね、ギアコンビネーションランプ。ここも2本の線が連なっているような、そういうデザインになっております。おー、結構
遠くからパッと見ると太いラインのようにも見えるんですが、実際には2本の線が重なっているようなそういうデザインになっていまして、ここもですね、なんかずっと同じ幅で2本の線じゃなくて、ここから少し幅が下広がってるんですね。あ、なるほど、これですね。ちょっとブレーキランプとかバックランプもつけてみましょう。ブレーキ踏むとこんな感じ、あとバックに入れると、はい、こんな感じでバックランプも通常の、電球ですね、はい、となっております。でちなみに、あとナンバープレートを照らしているライセンスランプも、通常の電球となっております。ということで、いかがだったでしょうか。今回は日産ルークスの、夜のライト全灯状態を見ていただきました。迫力は増してるけれども、でも上品だなっていうところも私見えまして、好きですね。好きですよ。はい、全部 LED だから。そうですね。うん、スパッと白く LED で、いや、最近の車種って LED 採用がかなりこう多いというか、標準で全部 LED だよっていうのが増えてますので、そういったところでですね、デザイン性がどんどん増してる。で、あと、やっぱりこういうとこですよね。面発光といいますか、綺麗にスパッと光っている、そういうところ採用しやすくなってきてるのかな。あと、全グレード LED に標準ですることによって、生まれる自由度の高さみたいのもあって、こうヘッドライト、ライト周りっていうのがなんか楽しいなと思っております。今日は簡単な動画ですが以上となります。皆様のお車選びの参考になっておりましたら幸いです。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。